ト戦や。ソルジャーズソウル。俺のコスモよ、奇跡を起こせ。さあ、大いなる戦いがここから。あなたは負けることはない。私は信じています。セイヤたちが陣馬宮への道を進む頃、アテナが密かに持ち込んでいたサジタリアスのゴールドクロスが突如光を放ち、陣馬宮へと飛び去った。共鳴する12体のゴールドクロス、幾星霜の時を超え、サンクチュアリに全てのゴールドクロスが結集した瞬間だった。3人はアイオロスの死を悼みつつも陣馬宮へと乗り込んだ。これはサジタリアスのゴールドクロス。そうか、さっきこの陣馬宮へ入っていった光はこのゴールドクロスだったんだ。え、サジタリアスのクロスが動いてる。まるで聖夜を狙っているかのようだ。聖夜、危ない。これはどうやらアイオロスの残した言葉のようだな。氷河、よかった、無事に天下地球を抜けてきたんだ。サジタリアスのゴールドクロスは聖夜を狙ったのではなく、壁に刻まれたこの遺書を見せようとしたようだな。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。アイオロスは俺たちが来ることずっと待っていてくれたんだな。いつ来るかわからない俺たちを、永久に誰も訪れないかもしれないこの陣馬宮で、アイオロスの熱い思いがあのわずかな遺書から伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓う。アテナは俺たちが必ず守り抜くと。この先どんなことがあっても死ぬなよ。この果てしなき星渦巻く銀河で同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ。第10の宮、マカツ宮へ突入した聖夜たち。しかしそこにゴールドセイントの姿はなかった。聖夜たちは一気に宮を駆け抜けようとする。だがその背後から不意をついてヤギ座カプリコーンのゴールドセイントシュラが恐るべき手刀で大地を深く切り裂き、シリュウと他の3人を分断してしまう。お前がマカツ宮を守護するカプリコーンのシュラ、他の3人のように飛べなかったところを見ると、俺が切り裂いた亀裂に恐れおののいたようだな。ふん、俺まで飛んでいたら今頃貴様の第二の攻撃で地の底へまっしぐらに落とされていただろう。ほう、仲間を無事に逃がすためにあえてこの場に残ったというのか。こしゃくな、後悔するぞ小僧。お前もアイオロス同様あの世に送り届けてやるわ。まさかお前がアイオロスを。そうだ、恐れ多くもアテナ殺害を試みたアイオロスに天誅を加えたのはこのシュラだ。シュラよ、13年前
アイオロスが命に代えて守った赤ん坊こそ、お前が忠を尽くしているアテナ、その人だったんだぞ。バカな。アテナはこのサンクチュアリにおられるのだ。見えすいた嘘をつくな。だが、お前はアテナの姿を見たことがあるのか。それは。黙れ、口の減らない奴め。二度と喋れんように首を落としてやる。この死竜のコスモ、全てお前に叩きつけてやる。お前の心臓を串刺しにしてやる。ファイト。エクスカリバー。シュタさん、一つ聞く。なぜ俺たちを魔界級の中で襲ってこなかった？ほう、俺の存在に気がついていたな。魔界級にある気高いアテナ像をお前ら虫けらどもの血で汚すわけにはいかん。俺の鋼のように研ぎ澄まされた両手両足はゴールドセインと12人の中でも最強の威力を持っているのだ。特に飛行はいかなるものも小さくエクスカリバーと呼ばれている。エクスカリバー。エクスカリバー。アテナ自らが与えた剣。何の。アテナ、サンクチュアリに反逆を企てるお前たちへ聖なる剣、我がスカリバーで切り刻んでやろう。何もかもここまで切り裂くとこれで終わりだ。どうゴールドセインとの力というものを思い知った。何の。逃がさん、燃えろ昇竜のことだ。いいな。フン、腰が抜けたか。セイントとしての務めを果たす。ファイト。立ち上がって何をする。苦しいぞ。もう悪ガガキはよせ。カホドモキさんを。俺も鋼のように研ぎ澄まされた両手両足はゴールドセインと12人の中でも最強の威力を持っているのだ。特に思考はいかなるものも切り裂くエクスカリバーと呼ばれている。エクスカリバー。正義の精神アテナ自らが与えた剣。我が聖剣の前に散る。サンクチュアリに反逆を企てるお前たちは聖なる剣、エクスカリバーで切り刻んでやろう。パーフェクト。ウィナー。最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。これぞ鍛錬の賜物。甘いぞ。そんな子供騙しの技がゴールドセイントのこの修羅に通用するか。そーら、ついでにクロスも全て剥ぎ取ってくれるわ。エクスカリバーの切れ味を思い知るがいい。最強を誇るこのドラゴンの盾まで真っ二つにするとは。これで終わりだ。今首を落として楽にしてやるぞ。なんだこの絶体絶命の時に、この男のコスモは衰えるどころかさらに増大していく。この死竜にはまだ残されたものがあるというのか。老師、お言葉に背いて申し訳ありません。この死竜、老師の戒めを破ります。シュラ、今から俺は
老師に禁じられた技を使う。たとえこの死竜の5体全てが飛ばされたとしても、俺は一人では死なんぞ。5体全てが飛ばされたとしても一人では死なん。このエクスカリバーの錆にファイト。シュラ、お前は知らないようだから教えておこう。お前がアイオロクを崖下に落とした時、まだアイオロクは生き返ってはいなかった。あるで守らねばならぬ一心で他にそこから這い上がってきたに違いない。あの時あの時その命にかけて守りきったアイオロスこそ真のセイントだったんだよ。先ほど感じるあの小娘の手前はまさか。ありえん。アテナは教皇と共におられるのだ。どうもだがフロンスの言うことなど聞いてはならん。消えたはずの攻撃、今までとはまるで別人のようだ。まるで竜神が死竜の体に乗り移ったようだ。そのコツがこの修羅を圧倒し始めて、死竜の無意識のうちにセブンセンシズに目覚めているのか。カホどもどうしても戒めを破ります。ブロンズ、お前が俺を殺すことなどできるわけがない。いい加減に諦めろ。断念しろ。もはや死に時だぞ。死竜これ式のことで生かさん。ウィナー、もはや死に時だぞ。セイントとしての務めを果たす。ファイト。何をする。逃げるシーゾン、もう悪ガキはよせ。俺は一人では死なんと。ブロンズのお前が俺を倒すことなどできるわけがない。自然に諦めろ。その命に守りきったアイオロス真の戦意となったんだ。私だから感じるあの小娘のコスモは、ありえない。許しいぞ。アテナは教皇と共におられるのだ。そんなブロンズの言うことなど信じてはならん。忘れの攻撃、今までとはまるで別人のようだ。まるで竜神が死竜の体に乗り移ったようだ。しかもこのコスモはこの修羅を圧倒し始めている。死竜は無意識のうちにセブンセンシズに目覚めているのか。観念しろ。もはや死に時だぞ。死竜観念するんだ。お前の体をまぶしたという必要ある。いいな。アテナのために戦う。セイントなら分かりきったこと。修行を一からやり直さねば。さあ、約束通りお前も連れて行くぞ、シュラ。この技はロザン交流波。交流波は我が体温ある老師に禁じられていた。己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無視の技。なんだとライブラの老師にか。
ならば、なぜそうまでして戦う？なぜだ？シュライ、セイントなら分かりきったこと、アテナのためだ。アテナはこれから平和を乱す邪悪と戦わなければならない大事な人。その沙織さんが悪を打ち払い、この世が平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、このシリュウ一人の命など安いものだ。お前のような男がまだこの世にいたとは。どうやら俺は間違っていたようだ。許せシリュウよ、愛おらずよ。シリュウ、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。だがもう遅いようだ。間もなく俺たちの体は燃え尽きる。そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。これからはせめて星となってアテナを守るか。なあシリュウ、シリュウよ。このコスモは、シリュウ、シリュウ！